アルノルト・シェーンベルク、アルノルト・シェーンベルク、アーノルド・ショーンバーグ、八百七十四年九月十三日から九百五十一年七月十三日は、オーストリアの作曲家、指揮者、教育者。調整音楽を脱詩無調に入り、14技法を創始したことで知られる。アメリカに帰化してから九百三十四年以降は、アメリカの習慣を尊重して、オー・ウムラウトを、 おいと表記した、ショーンバーという綴りを自ら用いた。アメリカでは、アーノルド・ショーンバーグと呼ばれた。父、シャームエル・チェーンベルク、サミュエル・ショーンバーグ1838年から1889年は代々ハンガリーのノングラード県聖チェニに住む、ユダヤ人で、靴屋を営んでいた。母パウリーネ・ナホト。 オーリーヌ・ナイド1848年から1921年もボヘミア、現、チェコ・プラハ出身のユダヤ人であった。ウィーンにて生誕。はじめは、ウィーン人らしくカトリックのキリスト教徒として育てられる。8歳よりバイオリンを習い始める。その後チェロを独学で学ぶ。15歳の時、父が亡くなり、経済的に立ち行かなくなった、彼は、 地元の私立銀行に勤め始め、夜間に音楽の勉強を続けていた。その後作品を発表し始めた頃に、彼のあまりにも前衛的な態度のため、激怒した聴衆によって、ウィーンを追い出され、ベルリン芸術大学の教授に任命されるとき、プロテスタントに改修、その後、ナチスのユダヤ政策に反対して1933年、ユダヤ教に再改修している。 若い頃の彼はブラームスに傾倒していたが、後、セムリンスキーに指示し、死の影響でバーグナーの音楽にも目覚め、また、ェムリンスキーと共に、マーラーの家に出入りして、音楽論を高わせたり、彼の公共曲について、好意的な論文を記述したこともある。ブラームスとバーグナーという異なる傾向を結びつけるような音楽を書いた点は、ェムリンスキーと共通している。初期は、 ペレアスとメリザンドや、清められた夜など、後期ロマン主義の作品を書いていたが、その著しい反音階主義から、やがて調整の枠を超えた新しい方法論を模索するようになる。室内公共曲第一番は、後期ロマン派の大規模な還元楽編成から、あえて室内オーケストラを選び、四度を基本とした、火星を主軸とした高度なポリフォニーによる作品となっている。これ以降、 彼の実験はさらに深められ、次第に調整の放棄イコール無調による作品を試行するようになっていく。1900年から書き始められ1911年に完成したグレの歌は、巨大な編成と長大な演奏時間を持ち、カンタータ、オペラ、連作歌曲集などの要素が融合した対策である。しかし、基本的な構想は1901年までに書かれているため、 音楽的には、ペレアスとメリザンドなどと同様、高キロマン派の様式となっており、ある意味、高キロマン派音楽の集大成であり、頂点であるとも言える。しかし、楽器法などには、中期のスタイルが見られる。1908年、弦楽史重奏曲、第2番、1907年から1908年の、ソプラノ読書付きの修学賞と、歌曲集、架空庭園の書、 1908年から1909年で初めて無調に到達したとされることも多い。1909年に書かれた3つのピアノ曲アップ11や5つの還元楽のための商品アップ16、モノドラマ、期待アップ17では多少調整の香りを残していたが無調の様々な可能性が試みれられた。6つの小さなピアノ曲アップ19、 1911年で調整をほぼ完全に放棄するに至ったとする見解もある。これらの実験から、傑作歌曲集、ガツに疲れたピエロ、ピエロ・ユネールが生まれる。ガツに疲れたピエロは、期待の成果をさらに押し進めて生み出されたと言って、良いかもしれないが、着想などはさらにユニークである。ラベルやストラビンスキーに影響を与え、前者が、マラルメによる三つの歌を、 そして校舎が、きつらゆきの短歌等による、日本の三つの序成詩を作るきっかけとなった。そして後のブーレイズらにも影響を与えた傑作である。物語の老匠を、室内楽で伴奏をするという方法が、かつてなかったとは言えないまでも、これほどにまで高められた作品は皆無で、またかつてない効果を上げた、伴奏の処方も全くユニークな傑作であった。ただ、時代は、 無調の音楽に対する準備ができていたとは言えなかった。ストラビンスキーの春の祭典で大騒ぎとなるような時代で、無調の音楽は一部のサークルの中だけのことであった。ウィーンの私的演奏会で聴衆が起こり出して、パニックになったり帰る人が続出したのは当然であった。しかし、指揮者のシェル編などが積極的にこれらの音楽を後押しし、演奏して回ったことで、 シェーンベルクなどの音楽が受け入れられるようになっていく。同じ頃、弟子のアルバンベルクは、クラリネットとピアノのための5つの商品アップ5や、還元楽のための3つの商品アップ6などで、無調、あるいは拡大された半音外主義の作品を発表し、アントン・ベーベルンも、シェーンベルクに習って、6つの商品アップ6を書いているが、シェーンベルクは、バランス感覚に優れ、 ベルクは、より劇的で表題性を持ち、ベーベルーンは、感能的なまでの音色の豊穣さに特徴があり、明確な個性の違いがあるのは興味深い。1910年代後半、シェーン・ベルクは、大作、ヤコブの梯子に挑むが、第一次世界大戦で召集されたために、その他の多くの作品と共に、未完のままに終わった。同じ頃、デシュのベルクは、歌劇、ボゼックアップ。 7を完成する。シェーン・ベルクラと始めた無調主義による傑作オペラの登場である。無調主義が次第に市民権を持ち始めるとともに、無調という方法に調整に変わる方法論の確立の必要性を考えるようになっていった。それが12音音楽であった。12の音を一つずつ使って並べた音列を半音ずつ変えていって12個の基本音列を得る。 次に、その範囲いきなり、音程関係を上下逆にしたものを作り同様に十2個の音列を得る。さらに、それぞれを逆から読んだ逆光を作り、基本音列の逆行型から12個の音列を、そして範囲いきなりの逆行型から12個の音列を得る。ことで計48個の音列を作り、それをもとにメロディーや伴奏を作るのが12音音楽である。 一つの音楽に使われる基本となる音列は一つであり、別の音列が混ざることは原則としてない。したがって、この十二音音楽は、基本となる音列が、調整に変わるものであり、また、テーマとなる。そして音列で作っている限り、音楽としての統一性を自然と得られる仕組みとなっている。この手法で、シェーンベルクが最初に書いたのが、全曲十二音技法で書かれた、 ピアノ組曲アップ251921年から1923年のプレリュード1921年7月完成である。作品番号では5つのピアノ曲アップ231920年から1923年が先立っているが1四技法による第5曲和列は1923年2月の完成とされている。 ベーベルンも1924年、子供のための商品の中で十二音音列を使った作品を書き、ベルクもすぐにその技法を部分的に取り入れた。ただし、十二音の音列による作曲法は、シェーンベルクの独創とは言えない。ウィーンの同僚であったヨーゼフ・マティアス・ハウアーが、シェーンベルクより2年ほど前に、トローペと言われる十二音音列による作曲法を考案している。 1919年にハウアーが作曲したノモスは最初の十二音音楽とみなされている。この年、シェーンベルクはこの作品を自身の演奏会で紹介しているが、ハウアーが十二音音楽の創始者であることに固執したこともあり、シェーンベルクとその理解者で、ベルクの弟子でもある哲学者、音楽学者のテオドール・アドルノの二人から酷評される。また、 1930年代のナチスの台頭により、大敗を音楽家として排斥され、戦後に再評価されるまで、全く忘却されてしまったこともあり、ハウアーが1920年代に果たした役割が、過小評価されていること否めない。弟子のベーベルーンが音楽を、パラメータごとに分解して、トータルセリエリズムへの道を開き、形式上の繰り返しを否定し、変容を強調したのに対し、 シェーンベルクは無調ながらも、そなたや部曲な従来の形式を踏襲している。また、初期の無調音楽は、部分的には、機能化性で説明できるものが多く、マーラーやセムリンスキーなど、高度に複雑化した化性により、調整が曖昧になっていた後期マンハ音楽の、伝統と歴史の延長線上に位置する。厳格で、アカデミックな、ただしかなり偏った解釈でもあった、教育方針は、 古典作品の徹底的なアナリーゼを基礎としていた。十二音技法の開拓後はリズム、形式面で古典回帰が顕著で彼自身も新古典主義との掛かり割りを避けることはできなかった。美術をはじめとする芸術一般にも興味を持ち相互に影響した。シェーンベルクの描いた表現主義的な自画像はメンデルスゾーンなどと 同じく画家としての才能も示している。ロシアの画家カンディンスキーは、シェーンベルクのピアノ曲演奏風景をそのまま、印象、コンサート、1911年という作品にしている。ナチスドイツから逃れて1934年に、アメリカに移住する。移住後も南カリフォルニア大学、USC とカリフォルニア大学ロサンゼルス校、UC アレにて、 教育活動を精力的に行い、弟子には、ジョン・ケージ、ルー・ハリソンなど、アメリカ現代を音楽を代表する、作曲家も含まれる。アメリカでの教育活動は、アメリカの音楽教育に大きな革新をもたらしたが、反対にある、主、後遺症とも言うべき、偏ったアカデミズムが長く根付くこととなった。USC には、彼の名をちなんだ、リサイタルホールを要する、 アーノルド・シェーンバーグ研究所、アーノルド・シャーンバーグインスティチュートがあり、ーシアレイには彼の生前の功績を称え、記念行動が建造されているが、実際のアメリカのシェーンベルクの家財道具などに、アメリカでは管理費などの寄付が全くたからず、母国のオーストリアがすべて輸入して引き取り、現在ウィーン氏のシェーンベルクセンターとして、情報の公開に、多大の寄与している。移住後は 室内公共曲、第二番、主題と変装などの調整を用いた、先祖返りの作品も作曲しているが、大半が旧作の完成か、アメリカの大学の移植などで学生でも演奏ができるように書いた作品ある。また、多界する直前まで、合唱曲、現代紙幣を作曲していたが、未完に終わった。戦後始まった第一回ダルムシタット書き現代。 音楽講習会からも講師として招待されたが、重い病気のためキャンセルした。1951年7月13日、全速発作のためにロサンゼルスにて死去した。76歳。故郷院中央墓地の区に葬られており、破壊は直方体を斜めに傾けた形状である。ここでは日本で出版されたものを紹介する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。